よいしょ。次は人間境で剣木を封じる。裏切り者め、何たる不敬じゃ。島陽太か。それで青州人の信頼を変えるとでも。盗賊でない限り心を通わせることなど永遠にできん。長老のおっしゃることはよく理解した。だが我は意を決した。変えるつもりはない。いいじゃろう。ならば竜士たちに告げ、お主の竜尊の名号と力を奪い取るまで。これは初めて剣木を鎮圧する使命を受け入れた竜尊。それ以来歴代の竜尊は剣竜太夫殿に戻り、古海の潮を引いて剣木の封印を固めてきた。思い出したのか。ああ、三層を礼拝し逆茂木を彫金せよ。これで玄魂の奥深くにつながる道が開くはずだ。何それ、なぞなぞ。三層を礼拝ってどういう意味？心配するな、俺についてこい。こんなに立派な宮殿をあっさり手放すなんて、うちだったらもったいなくて眠れなくなっちゃいそう。寿命族にとって仕方のない犠牲だったんだろう。ここが一つ目の三層を礼拝する場所だ。この封印を解けば玄魂に一歩近づく。封印ってこの変な形をした石灯籠のこと？ああ、順番に石灯籠に触れることでここの封印を逆転できたはずだ。ではよろしく頼む。やってみよう。よし。そうだ、将軍、天運のことはもう聞いた？ああ、普賢殿から報告を受けた。まさか元老がそれほど深く潜り込み陰謀を張り巡らせていたとはな。この件については事後に運気軍が調査を行う予定だ。今は元老を止めることに集中しよう。ここの封印は剣木が蘇る前からすでに弱まっているようだ。この先は忌み者が救っているようだ。用心して進もう。これでよし、三つ目の封印に向かうぞ。三層への礼拝が終わったな。次は剣木の玄魂に向かおう。剣木の根がまた伸びている。元老だ、もう時間がない。ウタ様、本当に林園教を捨てるのですか？月園よ、ぬしらは我を恨むか？わかりません。全く恨まないといえば嘘になるでしょう。しかしうまく言葉にできません。長老は言いました。私たちは元より泉州で暮らす種族ではなく、泉州が住まう場所を与えてくれたと。ならば今こそその恩に報いる時でしょうか？そうだ、その恩に報いる時だ。あれ何？竜？ついたか。ここが剣木の玄魂、豊穣の神の御業が宿る地。
三層を礼拝し、逆茂木を彫金せよ。つまりここのことだ。竜の力を受けて玄魂に竜の形をした木のコブができている。今最後の封印を解こう。準備はできているんだね。将軍だったか。あの悪者、やっぱりここでうちらを待ってた。ここまでだよ元老。恩人様も来ているのですね。焦らずとも異次宅が終われば会いに行きますよ。薬王秘伝がうぬぼれるのもうなずける。この剣木は確かに生を作り出す力を持っている。諸君、くれぐれも気を抜かないように。炭鉱殿、私の背中は君に任せた。わかった。元老のやつ、何してるの？しよう。そうだ、泉州に長命をもたらした力で壊滅を与えようではないか。元老め、剣木から奪った力を使っているようだ。諸君はあれら原価の大将、私が奴の肉体を撃とう。僕が生み出したこの尊き体を撃つなど、わらわにとってこの場にいる全員が虫けらに等しいというのに。吹き飛ばされる。気をつけろ。なのか。そう、逃げてみるがよい。鶴ごとき切り落とせばよい。強がりよって。虫けらを潰すのに落ちる星ほど適したものはない。宇宙のすべては壊滅を迎える。北条も巡守も例外なくな。先週の将軍様が後は任せた。勝利を手にしたと思ったか、元老。まさかお主、不朽の竜の血族か。おお、今さら剣木を守る役目を果たそうと。私たちを虫けらと言ったね。元老、虫けらとほぼ互角に戦っている君も絶滅大群の中では初めてなんじゃないか。それはつまり他の絶滅大群にも会ってみたいという意味か。残念だ。いいや、その技はもう見飽きた。
死に際の虫けらがあの姿は実に惨めでうつ。次の演目ではお主らをボイドレンジャーに変えよう。壊滅の力に蝕まれナヌーク様の駒となるがよい。よし決めた。この傲慢極まりない選手の将軍からにしよう。相変わらず息が合っているようだ。私たち。元老、恐ろしい敵であった。もし彼女が壊滅の力を私の体内に注ぎ込み、私をボイドレンジャーに変えようとしていなければ、勝敗はどうなっていたかわからないだろう。これも炭鉱殿のおかげだ。君の見事な一撃が私と緊密につながっていた元老に重傷を負わせ、彼女と剣木の結びつきも断ち切ってくれたんだから。そういうことだったんだ。炭鉱が槍であんたを刺した時はびっくりしたんだから。残念ながら壊滅の指令はそう簡単に滅びはしない。だがしばらくは元老の力も落ちたままとなり、剣木に再び手を出す心配もないはずだ。ただ正確の封印作業にはまだ時間がかかるだろうが、それらのことは不言殿に任すとしよう。私は眠気が
こんなとこで寝たらダメだよ。ねえ、起きてってば。少し待ってて、大木様はすぐ戻ってくるから。今の大木様は代理将軍だから、あなたたちと面会する前に民に状況を告げて安心させる必要があるの。将軍になるための第一関門ってところかな。早く慣れてくれるといいよね。永遠になれないでしょうね。こうしてここでお前たちと会えて嬉しいわ。死者数を統計して薬王残党の討伐に人手を回し、六王に状況を説明する。道理で軽減が刃先の座と言っていたわけね。将軍の座は厳粛なものよ。楽しんでるも何もないわ。ただ順応してきたってだけよ。絶対楽しんでる。大木がわざわざ俺たちを招いたのは愚痴を言うためではないだろう。もちろんよ。しばしとはいえ私は将軍を務める身。事件が一段落したからラフを代表し正式に感謝の言葉を伝えようと思ってね。やった、ついに軽減将軍が約束してくれた報酬がもらえるんだね。ええ、ラフのために生死を顧みないその誠実さをしかと見届けさせてもらったわ。六音の将棋により本日をもって請求列車はラフの盟友となる。お前たちはラフ境界内で同盟の施設とみなされ、最高レベルの優待を受けられるわ。請求列車を代表して大木に感謝を伝えよう。ああ、実物の報酬ではないけどなんかかっこいいかも。感謝の言葉はこれで終わりよ。けど別件で相談したいことがあるの。どうぞこちらへ。ちょっとひどくない？感謝の言葉をもらったと思ったらすぐまた任務？任務とまではいかないわ。性格の災い、薬王秘伝の動乱、剣木の復活、その上半物質レギオンの手までラフに及んでいる。この詳細をすべて同盟の上層部に報告し調査しなければならないの。でも私は事件の渦中にいた人物の一人、多かれ少なかれ主観的になって見解が偏ってしまう可能性があるわ。だからお前たちの力を貸してちょうだい。共に事件の流れを整理して細部を分析してほしいの。さてどこから始めようかしら。現状から見ると全ての元凶は元老と言っていいでしょうね。先週は過去にも半物質レギオンと戦ったことがあるから奴らの動向は常に警戒していたのだけど、まさかここまで秘密裏に攻めてくるとは思わなかったわ。絶滅大君が先週人に化けて潜入し陰謀を企てるなんて。奴は性格を薬王秘伝に渡して反乱を引き起こすことでラフに自滅の道を歩ませようとしていた。レギオンの危険度については再評価する必要があるわね。数千年前、剣木が帝宮の使命によっておられてから北条は禁忌とみなされてきた。仙道を握っていた探偵氏はそれ以降失墜し、あってもなくてもいいような死になったわ。今思うとあの時から薬王秘伝の反乱の種はまかれていたんでしょう。
あの者たちの中に反物質レギオンに性格を求め北条の戦闘を蘇らせようとしていた者がいたってことね。ふそれは確かに成功したけれど、元老の目的は他人の願いを叶えることじゃない。本当に愚かだわ。戦士を裏切った結果、絶滅大君の計画のための生贄にされるなんて。性格ハンターについては互いに持っている情報が少ないわね。けど旧館の陣で私はカフカが運命の奴隷から受け取った予言を見たわ。エリオはラフの様々な可能性を予言していた。カフカの持つ情報によると、その可能性はエリオが掌握しているものみたいだけど、ラフにとって一番好ましい未来なのは確かだったようね。性格ハンターたちは自ら投獄し、先週に頼もしい盟友を、つまりお前たちを招いた。指針による行為ではあったけど、良き結果をもたらしたのは間違いないわ。今エリオが見た未来は現実となった。先週はレギオの計画を見破り、お前たちの協力のもと元老を追い払うことができたわ。そうね、かなりの情報をつかめたし、筋も通っている。でもまだ細かなところが不明瞭よ。性格がどうやって泉州に持ち込まれ、何者によって林苑郷に送られたか、そして他にも薬王秘伝の残党がいるのか、この疑問はまだ解消できていないけれど、私たちは最善を尽くした。同盟に出す報告書はある程度頭の中で考えがまとまったわ。お前たちのことも漏れなく書くつもりよ。けど軽減のために泉州の内務に関わる部分では名前を伏せさせてもらうわ。どうか理解してちょうだい。こちらとしてもそうしてもらえるとありがたい。剣木については同盟の上層部も重視しているだろうから、おそらく細部まで精査することになるはずだ。それに請求列車が巻き込まれたら、しばらくここを離れられなくなる。まったくよ。今回は軽減がいろいろと規則違反みたいなことをしてくれたおかげで、私がいちいち後始末をしなきゃいけないの。ふう、運気将軍ってなんでどいつもこいつもこう面倒なのかしら。お前たち旅を再開するまでゆっくり休んで、もし行きたい場所があれば自由に見て回ってくれていいわ。私はしばらく運気軍の事務を代行するから一緒には行けないけれど。ああそうだ、もし途中で正査会に寄ることがあれば、これを玉空に渡してくれると嬉しいのだけど。当時は現場が混乱していて、元老が姿を現した後、帝雲の体も消えてしまった。運気軍が見つけられたのは彼女がずっと身につけていた扇子だけ。私たちに同行していた帝雲が元老に操られた傀儡なのか、それとも一応で目を覆った現実なのかは、当分の間は分かりそうにないわ。もう最悪の事態を想定して準備は整えてあるけれど、レギオンのやり方を考えると、あの天白氏の節都氏本人は強打吉祥でしょうね。でも帝雲の件をどう処理するかについては同胞である子族が決めることよ。事の経緯は天白氏に伝えてあるから、この品はお前たちが届けた方がいいと思うわ。分かった、俺たちに任せてくれ。よろしくね。さて今日残っている公務を確認しないと。で、多すぎ。今日はこの辺にしておきましょう。私に用があったら
大牧師の樹寺町まで来てちょうだい。やっと今回の件も一段落したな。皆が無事で何よりだ。大牧に託されたものがあるから、俺は四神宮に行って玉空舵取りに会おうと思う。君とナノカも暇なら一緒に行かないか。紆余曲折あったけど、うちらラフを救ったヒーローになったんだね。なんか気づいたらすごいことをしてたって感じ。ちょっと信じらんない。ん？なんか不機嫌そうだね、あんた。確かに性格ハンターの思い通りにことが進んだのかもしれないけど、これはうちらが勝ち取った未来なんだから。いくらあいつらがすごいことを言っても存在しない未来を実現させることはできないでしょ。大勢の人がうちらに救われて、先週は災難を免れることができた。うちらは運命に導かれてこうしていい結末を迎えたの。誰がそうさせたとかは重要じゃないって。ほらほら、もっと喜んで。うちは大木に手伝ってほしいことがあるんだ。旧館の陣にある不思議な力は、カフカの過去を推し量れるほど強大なものでしょう。じゃあうちも旧館の陣を通して過去を取り戻せるんじゃないかなって思って。ふふん、当然でしょ。あんたが暇な時、うちと一緒に大牧師に行かない？再びラフに戻り、林苑郷に足を踏み入れたが、どうにも実感が湧かないな。ただ一心にここを離れようとしていたというのに、気づけばまた戻っていた。今の俺の正体を知る者は少ない。だが話が広まればどうなるだろうか。しかし少なくとも今の俺は安全だ。ラフ寿命族の現リュウソンに会ってみたい。この身からタンフーの因果を取り除けない以上、それを受け入れよう。だから彼の過去をもっと詳しく知りたいんだ。そして自分にできることを、かつての宿業を償いたい。ラフにしばらく留まるつもりなら、すまないが俺はお前たちに同行できない。ならば獣王氏に私の意向を伝えてほしい。しかとお伝えします、舵取り様。この度はお悔やみ申し上げます。客人が来たようですね。私はこれで失礼いたします。あなたたち天白氏一同を代表して列車の乗員たちに礼を言うわ。ラフを性格の災いから救ってくれてありがとう。玉空舵取りも聞いたかと思うが、テユンさんが。ええ、知っているわ。四人で離れたのに三人で帰ってきたのを見て、不言の先方が事実だって理解した。テイウン、まだ信じられない。あの先方はただの悪い冗談ではないの？先週に反物質レギオンが現れた。テイウンが絶滅大君の偽装だった。何もかも信じがたいわ。私と30年も共に働き、共に天白氏の事務を処理してきたテイウンが化け物の偽装だったなんて。それなら本物のあの子は今どこにいるの？玉空、ごめんなさい。分かってる、分かってるの。ただ納得がいかないだけ。
慶雲の私物を四神宮まで届けてくれてありがとう。今回の性格による災いで私たちはあまりにも多くの同胞を、兄弟を、姉妹を、子供たちを失ったわ。天白氏は戦没者のために慰霊祭を行う予定なの。今回の戦いを身をもって経験したあなたたちにも証人として参加してもらいたいのだけど、どうかしら。慰霊祭、短命種の言葉で言うと葬儀ね。ただ泉州の長命種にとって死後というのはあまりに遠く希薄な概念だから、通常魔音の実の前兆が現れる前に獣王子の引接者が因果殿まで導き、その生涯の経歴を残して無に返すわ。儀式の煩雑な埋葬に代わり、このような短い別れが定着して皆がそれに慣れていった。唯一死の儀式を重んじているのが寿命が有限である私たち子族よ。けど今回の災いで数えきれないほどの運気群が殉職し、また魔音の実に落ちた。因果殿が彼らの人生を治める前に死んでしまったの。すべての予期せぬ死が、叶わなかった願いが私たちに教えてくれたわ。長命種の命も有限であることを。私は死んだ人たちに帰る場所を与えたいと思っているの。天白氏の方法で、子族の祭礼で死者が残したものを聖座に乗せて泉州から送り出すつもり。後世に向けて飛ばし共に輝かせるの。これは死者のことを、もう話すことのできない魂を慰めるためだけじゃないわ。この世に残された肉親を、友を、すべての泉州の民を慰めるためでもある。私自身もこの儀式を通して天運とお別れをしたいの。これは私の願いでもあるわ。あの子は戦場で亡くなった運気群ではないけど、私たち天白氏のもので、この災難の被害者だから。この儀式で私は私の部下とその身分を奪い、あの子の姿で現れた絶滅大君とを区別したいの。やっぱりまだ信じられないわ。いつかきっと自分の手で帝運の行方を明らかにしてみせる。でも今は、今の私にはこれくらいしかあの子のためにできることがないの。ぶしつけなお願いで申し訳ないのだけど、一緒に見届けてくれるかしら。帝運が使っていたものを整理するよう顔面に伝えてあるから、その中からいくつかの品を選んで精査に載せてくれるかしら。わかった、そのようにしよう。俺たちに任せてくれ。ええ、改めてお礼を言わせて。先ほど獣王子の判官に慰霊祭の通達を頼んだの。私はこれから開成校に向かって聖査の製造監督と儀式の準備をしてくるわ。もし何かあったらそこで私を探してちょうだい。いつも口うるさいだの、おせっかいだの文句を言ってたくせに、今日はどうした？全然止めに来てくれないじゃないか。
君たちか。てっきりあいつが戻ってきたのかと。カジトリ様に言われてきたんだよな。テウンの私物の整理を手伝いに来たの。慰霊祭に使うものを選んでほしいって玉雲に言われたんだ。片付けはほぼ終わってる。そこの箱に入れてあるから見てみるといいだろう。箱の中のものを全部取り出して一つずつ見てみよっか。セツト氏の印鑑、小さな箱、これは刃物で、こっちは弓。この丁寧に包まれてるものは何だろう。骨董品？でもなんでこんな変な骨董品を持ってるのかな。テウンから聞いたことがある。それは古族に古くからある伝統品の彫像らしい。金運を招くもので、飾っておくと御利益があるとか。あれ、包みの中に手紙が入ってる。元明さんへ、金運良好、順風満帆であらんことを。どうやらテウンはこれをあんたに送ろうとしてたみたい。確かに自分も一つ買おうかなと言ったことがあったが、まさかその言葉をずっと覚えていたなんて。僕とテウンは違う商団に属している。みんな同僚ではあるが、同時にライバルでもあるんだ。商団が天外で貿易するたび、習慣としてその土地のお土産を信頼する同僚たちに送ってきた。僕とテウンのナルビはこれまでずっと天白市で一番の商団の名をめぐって競い合ってきてね。だから互いに目の上のタンコブで、いつも貿易から帰ってくるたびに変なものを送り合っていたんだ。食べたらすね毛が生える飴とか、ガラスが割れるような音の出る六元金とか。たく、まさかだよ。最後の贈り物がこんなにいいものなんてな。ちゃんとお返ししないとあいつに負けてられない。何を返せばいいんだろうな。ねえねえ、ちょっと気になったんだけど、印鑑はともかく、この刃物とか弓ってどう見てもテウンが持つようなものじゃないよね。テウンのイメージって宝石に囲まれた霊人って感じでしょ。もしかしてさっきの顔面の彫像みたいに、この中に誰かに送ろうとしてたものがあるんじゃないかな。もう一回見てみようか。小さな箱だな。中に植物の種が入っているが、特に変わったところはないようだ。ん？箱の下に文字が。ふやこ。この名前聞き覚えがあるな。うち料理はできないけど知ってるよ。これって包丁だよね。テウンと一緒に行動してた時、こんなものを持ってた記憶はないし。これも送ることのできなかったものなのかも。あれ、包丁の箱にチラシが入ってる。障子見金人庫。これってどこのお店だろう。この弓、いい弓だね。あれ、ひょっとしてこれってうちへの贈り物？分かってるって。空気が重かったからちょっと冗談を言っただけ。え、誰に送ればいいのかもう分かったの？正直見、この看板ここみたいだね。いらっしゃいませ。ご注文は何になさいましょう？テウンさんからですか？どうやらあの人の手を煩わせてしまったみたいですね。彼女みたいな可愛らしい人に包丁を用意してもらえるなんて。昔
テイウンさんがここで食事されていた時に私の心情を話したことがあるんです。私は自分で倒すことのできない食材を口にしないとね。そして別の世界で料理や狩りをした時のことを彼女に話しました。テイウンさんはそれを興味深そうに聞き、私の料理をもっと紹介してほしいと言いました。最後には英雄には宝剣がふさわしく、名高き料理人には至高の包丁がふさわしいと言って贈り物をする約束をしてくれたんです。見たところこの包丁は他の世界で集めた珍しい素材で作ったものでしょう。タラサコウハイカメの殻を簡単に切れそうなほど鋭いですね。テイウンさんったら本当にお人よしなんだから。この金人港でナルビの恩恵を受けていないお店はきっとないでしょうね。彼女が開催した海市のおかげで私たちみたいな小さな店舗も生きがいの客を多く迎えることができました。お礼はむしろこちらがするべきなんです。そうだ、商工がまた開いたと聞きました。テイウンさんまた忙しくなるでしょうね。テイウンがすごく忙しいから代わりにこの贈り物をうちらが届けることになったの。これはこれは、わざわざありがとうございます。どうでしょう、お返しに私の料理の腕を味わっていきませんか。いい思い出になりますよ。そういえばテイウンさんがうちに惹かれたのもこの牛もつ乱切りのラー油和えを口にしたからなんです。辛みと香ばしさが絶妙で匂いだけで食欲をそそる一品。テイウンさんほど上品な方でもこの料理の誘惑には抗えませんでした。フヤコウは俺たちがここに着いたばかりの時に通った茶館の名前だったな。ようこそフヤコウへ。お客様方、お茶を飲みにいらしたのですか。私は店主の無名、何かあればお申し付けください。おや、これはテイウン姉さんが約束してくれた茶の種。他の世界から探してきてくれたのですね。姉さんには本当にお世話になります。この茶館を継いでからずっと新しい茶を開発していたんです。先人たちができなかったことを成し遂げようと思いまして。ですが泉州の林園春や探偵祖神のような茶には数千年もの伝統がありますし、外から入ってきたブレンド茶にもそれぞれ特徴があって、新商品を出すのはとても難しい状況でした。するとこの話を聞いた帝運姉さんが約束してくれたんです。行商で各世界を遊覧するとき、必ず先週人が飲んだことのないお茶を見つけてみせると。その約束は子供を喜ばせるようなもので、果たしてくれるとは思っていませんでした。そういえば姉さんの姿が見えませんが。ああ、ラフの災いが収まり港が解放されたからな。テイウンさんは天白氏の命を受けて他の世界に旅立ったんだ。そうでしたか、それは残念です。でしたら少々お待ちください。以前姉さんの提案通りに林園春と陰山緑、それから長老照明を改良して作ったお茶があるんです。甘く爽やかな味がして姉さんの名前から熱運歌と名付けました。姉さんは飲めませんが、その代わりに皆さんをもてなしましょう。弓についてだが、テイウンさんが誰に送ろうとしていたのかおおよそ見当がついた。顔面の話だと節都市は帰ってきたら信頼する同僚にお土産を渡すんだよね。テイウンが信頼する人ってことは玉のことかな。
私に。あの子は私の苦しみを理解してくれていたのに、私はもうあの子のために何もできないのね。30年前、私はある凄惨な戦争に参加したの。私は親友と共に出航したけど、帰港した時には一人になっていた。あの戦いが終わった後、戦争の残した傷跡に触れるのを恐れるように、船主ラフはずっと航路に沿って休養をし、貿易をしていた。私も自分が飛ぶことに飽き、弓を引き絞る勇気を失ったと思ったわ。そして天白氏の事務に没頭するようになり、空を見ようとしなかった。舵取りになったとはいえ、軍人出身の私は緻密な経営に向いていなかった。でもテーンはそんな私と違って生来の商人だったの。役職上あの子は部下だけど、いつも商売の相談をして意見を出してもらっていた。たとえ戦場で共に戦ったことがなくとも、あの子は私の戦友よ。テーウンと商談の助けがなければ、ラフが30年で息を吹き返すことは不可能だった。時代は移り、戦州は変わったのだと私は思っていたわ。私のような流血と戦火が染み込んだものではなく、帝運のような人材こそが天白氏の未来であると、あの子がラフに繁栄をもたらすと信じていた。でも私は間違っていたわ。半物質レギオンを一匹残らず滅ぼすまで戦州には私が必要。血と炎のために空を駆ける私のような存在がね。儀式に使う聖者の準備ができたわ。さあ、帝運の思い出の品を聖者に載せましょう。待ってくれ。帝運が贈り物を僕に用意してくれたんだ。僕も同じ節都市としてそのお返しをすべきだろう。そっか、それで顔面は何を用意したの？僕はこの支援を。帝運の貴重な贈り物と比べたら見劣りするかもしれないけど、どうか笑わないでくれ。これにはちゃんと意味があるんだ。古族の風習で、支援は飛べなくなった飛行士の魂を癒すらしい。僕も帝運も飛行士とは言えないが、ずっと星空をかけてきた身だから、帝運もきっと再び星空を飛べるようになれば喜んでくれるはずだ。この中からどれを聖者に乗せる？今回は競い合う必要がないな。さあ、もっと遠い世界へ向けて飛んでいくといい。これはムメちゃんが用意したお茶でね、帝運の名前が由来になってるんだよ。天白氏のために、ラフのためにした全てに感謝しよう。この小さき印鑑は泉州が繁栄する礎だ。これは円錐が金人公のお店を代表して送ってくれた料理、きっと気に入ってくれると思うよ。帝運、天白氏は
決してあなたを忘れない。必ずやこの手で真相を突き止めてみせる。そしてもしもあなたが帰らぬ人になったなら、その時は私があなたの仇を討ってみせるわ。さあ、そろそろ慰霊祭を始める時間よ。聖査会の婚湯台に向かいましょう。将軍様、儀式も終わったし、そろそろ休んだ方がいいよ。待った。まだ列車の友と話したいことがある。すまないね。元凶からずっと休むように言われていたんだ。もっと早く諸君らを招くべきだったのだが、請求列車がラフを離れる前に送りたいものが二つある。両親がうずいて、うちらの頑張りをねぎらう気になったのかな。では諸君、新作府まで来てもらえるか。諸君をここに招いたのは、改めて先週ラフが列車の七死人に感謝を伝えるためだ。フゲン殿からも聞いたと思うが、諸君の成した壮挙はこのラフでは恩に報いることができないほど偉大なものだ。故に私はラフ運気軍を代表し、この決命の儀を象徴する玉鳥を諸君らに託そうと思う。数千年前、同盟が成立した時に各戦州は共に誓いを立て、玉鳥に刻んで証とした。たとえ天地が崩れようとも、この誓いに背くことはない。この玉鳥も同じで、その意を表している。これには請求列車に対するラフ運気軍の許可が記されており、それと同時にビーコンでもあるんだ。玉鳥を握ることで、私が持っているもう一つの玉鳥へと連絡が届く。約束しよう。たとえ銀河の果てでも、ラフ運気軍は列車の元へと駆けつけ、恩に報いると。へえ、すごい贈り物だね。ああ、無論これほど重要なものだ。些細なことや抗議に反するようなことには使わないでほしい。私の言っている意味がわかるね。大丈夫大丈夫、わかってるって。将軍のご厚意に感謝する。そして炭鉱殿。あ、獣王氏の通達により、君への追放令を赦免する。本日をもって君は自由にラフを行き来できる身だ。やったー。だが一つ忠告しよう。タンフーの罪はあまりに深い。このような通達があったとしても、一部の人の考えは人間教の潮のように簡単に変わりはしないだろう。出入りの自由は保証するが、身の安全までは私も保証できない。
この点についてどうか理解してほしい。分かっている。贈り物を渡せて気持ちが軽くなったよ。傷口の痛みも和らいだようだ。この情景を死にしたい気分だが、私は普賢殿のように学識が豊かなわけではない。やめておこう。七死人の道はまだ長い。列車の旅がどうか順調であることを祈るよ。ではさらばだ。君たちと一緒に行動することはなかったけど、列車の武勇伝は将軍から聞いてる。本当に尊敬するよ。もう行くのか？はあ、将軍の憂いを分けようと思ったのにあんなことになるなんて。僕も反省してるよ。こんなことを言える立場じゃないかもしれないけど、一つ頼みがあるんだ。炭鉱先生と手合わせして、僕は自分の未熟さを深く自覚した。だからもし君にいつか時間ができたら、ぜひとも指導をお願いしたいんだけど。そうしたいのは山々なんだけど、僕のことまだ怒ってるんじゃないかと思って。それじゃ道中の無事を祈るよ。姫子からメッセージが届いた。列車で玉海門が再び開かれたのを観測できたらしい。いつ戻ってくるかと聞かれている。炭鉱の状況についても聞かれているんだが、戻って君から姫子に説明したらどうだ？ああ、俺も列車に戻るべきだと思う。姫子さんもきっと心配しているだろうからな。うちらが今回の旅で体験したことを聞きたくて待ち遠しいんだよ、きっと。あ、ちょっと待って、忘れてた、車掌さんにお土産買ってない。ねえねえ、あんたは先週でやり残したことない？そうだね、まだお別れを言ってないし。なら俺と炭鉱は先に列車に戻るとしよう。二人ともなるべく早く戻ってきてくれ。安心して、幼児ちゃん。あなたもう行くのね。皆さんが泉州ラフを訪れたのは泉州の工事。ここを離れるのであれば、この私が天白氏を代表して祝福を送りましょう。旅の途中で物資の補給が必要になったら遠慮なく言ってちょうだい。どーん。うん、先週ラフに派遣されてすぐ事件に巻き込まれちゃってね。でもやっと時間ができたから講談を聞きに来たの。ごめんなさい、ここ最近いろんな人に会ったから思い出せなくて。あんたのその服装、種族のタミーだよね。ああ、なるほど。無口くんが泉州で探してた友人ってあんたのことね。そう、イメージ通りでしょ。彼と行動してる間ずっと何かを抱えてるみたいなのに何も言わないから心配したんだよ。あんたがこうして現れたってことは全てがうまくいったんだね。そうなんだ。あ、シエン先生の講談、雲上のご騎士を聞いてかない？道中話の種になると思うよ。私、幼い頃から立派な英雄になることを夢見てきたんだ。だから雲上のご騎士は何度聞いても飽きないの。あんたもきっと好きになるはずだよ。今度は炭鉱と一緒に来てね。三人でお茶でも飲んでおしゃべりしよう。おっと、話が脱線しちゃった。時間を取らせてごめんね。じゃあまた。ここで会ったということは察するに泉州での用事も済んでゆっくりできるみたいだね。え？もう行くの？まだいると思ったのに。
ヨウ先生、庭園美玉パイを覚えてくれたかな。もしわからないことがあったら、いつでも私に聞きに来るよう伝えておいて。いい先生になってあげるから。そういえば、あなたには聞いてなかったね。あなたはどう？学びたい？よしよし、もちろん。私もそのつもりで聞いたからね。暇な時に会いに来て、教えてあげる。約束だよ。いつでもいいからね。どんな時でも教えてあげる。おお、よく来た。次の旅に出るのか。いいの？わしはいつここを離れられるんじゃろうか。そうじゃ、主はまた戻ってくるんじゃろ。その時になったらまたわしのところに来い。一緒に抜け出して遊ぼう。やりたいこともちゃんと考えてあるぞ。金人港に行くのじゃ。あそこの食べ物はすっごくおいしいと聞いておる。おお、約束じゃ。旅で病にかかったり、どこか怪我でもしたらわしのところに来るといい。無料で見てやるぞ。お別れを言いに来たの？そう焦ることないのに。これから先も何度かラフに戻り、私の手を煩わせると占いの結果に出ているわ。だからお別れはやめておきましょう。はいはい、わかりました。お前の旅が順風満帆、運が蒼天であらんことを。で、もしかしてお姉ちゃん、足音を聞いてすぐわかった。行っちゃうの？お姉ちゃんとタンスー様が助けてくれたこと絶対に忘れない。次にお姉ちゃんが帰ってきたら、イサナも背がずっと伸びてるはずだから、もうみんなの足手まといにならなくて済むよね。そうだ、タンスー様は元気。私のお友達もタンスー様を心配してるの。前回薬を送ってくれて以来ずっと連絡がなくて。そうなんだ、丹薬を作るのってきっとすっごく大変なことだろうし、邪魔したら悪いよね。私も大きくなったらタンスー様みたいなすごい端子になりたいな。そして献血者たちを治してあげるの。じゃあお姉ちゃん、旅の安全を祈ってるね。聖者が玉海門を離れる瞬間を見ると、まるで夢のような儚さを感じるの。あの船たちは一体どれほどの時間をかけて空を飛び、またどの星に向かうのかしらね。宇宙からすれば長命士の命も短命士の命もほぼ同じだ。泉州の民が求める長命は、星が呼吸し輝く一瞬にも満たないもの。彼らの悲しみも俺たちと変わらない。お帰りなさい。ベルトから今回の出来事について聞いたわ。本当に羨ましいわね。その目で剣木と元禄、大牧師の法人にあの壮観な林苑郷まで見られるなんて。炭鉱にも何があったのか話を聞いたんだけど、あんたも知っての通り、あの炭鉱だからね。
もっと詳しく話してくれてもいいのに、たった 2,3 ことでまとめちゃったわ。次はベルトに留守番してもらって、私があんたたちを連れて一緒に新世界を開拓しようかしら。列車にそんな交代システムがあったのか。そうね、性格ハンターの介入によって予定を乱されたけど、当初の軌道に戻りましょう。次の目的地はピノコニーよ。覚えているかしら。列車のアーカイブによると、ピノコニーはもともと犯罪者を流刑するために使われていた監獄船よ。少なくとも記録された時代ではそうだった。でも挽回のガンが発生した時、ピノコニーはシペのもとに身を寄せ、無常の繁栄を遂げた夢の国に変えられたわ。ファミリーがそこで盛大な宴を開催したみたいで、列車にも招待状が届いたの。ピノコニーで一体何が起きているのか気になって、思わず招待を受けちゃったわ。車掌の準備が終わったら次の駅に向かいましょう。ここに踏み入る者は極利か囚人に他ならない。貴殿はどちらかね。どちらでも、ただ道に迷った旅人さ。派手にやったものだ。正確に剣木、薬王妃で絶滅体君なら、次から次へと危うく皆の視線をそらされ、重大な問題を忘れるところだったよ。性格を持ち込んだ者の企みを。抵抗は諦めろ。さすれば苦しまずに生かせる。躍進の意味者め。将軍殿、この力が北条に由来するのは確かだが、僕も君たちと同じく薬師の敵だ。そうだ、ケイネ、我々の邪魔をするな。剣僕のよみがえりは予兆。戦士は運命の選択を下す時に至っている。定休、呪化、人滅、これは神々の対局。勝つ方につかなければ負ける。今度か